りあえずフィラーキャップをつけてみました。こんな感じ。この中が六角になってるんでスパナが入ります。これで家から約30キロのところまで行って往復60キロ、熱に耐えるかどうかちょっとテスト走行してきます。はい、こんばんは。こんにちは。今日はね、はい、ここからスタートじゃないんですけど、はい、実は、はい、3D プリンターで、はい、部品を作って、はい、ちょっと試したかったんですよ。なるほど。これなんすかこの顔なし、はい、顔なしフィラーキャップ、はい、これね別に顔なしは正直まあ別におまけでつけたから、あ、なるほど、あのいいんですけど、まあ、ついでだからちょっとまあ本当は真っ白なんだけど、はい、あのついでにその色はちょっと塗った方が分かりやすいかなと思って色塗ったんだけど、はいはいはい、これフィラーキャップをあの別に顔なしを作りたかったわけじゃない。あ、そうなんですね。もう今ジブリが流行ってるからおまけでね、おまけで、おまけでちょっと顔なしにしただけなんだけど、はい、あの 3D プリンターを使って、はい、作ってみて、はい、熱とか強度とか、はい、どんぐらい耐えられるかとか、どうなんか適してるものがあるのかとか、はい、ちょっといろいろやりたくて、まあ、3D プリンターちょっとねもともとちょっといただいて使ってたのがあるんだけど、はい、それはちょっと前のシーンで説明してるんだけど、はい、まあ買い替えたんですよ。なるほど。それはちょっといろいろ不具合というか、まあ、入門用だったので、まあステップアップっていう感じですね。で、新しい 3D プリンターをこの間買って、はい、でいろいろちょっとテスト印刷をいろいろやってて、はい、3D CAD もちょっと今勉強中なので、はい、でまあこのネジぐらいならもう、まあ、簡単に作れるんだけど、はい、これですね。これねネジになってるんで、はい、中がね。はい、これをテスト走行に行ってきました。はい、つけて山岡屋に、山岡屋につけ麺食べに、いいですね。行ってきました。それなぜ山岡屋かっていうと、はい、俺ん家から山岡屋まで約30キロなんですよ。なるほど。距離が、はい、なので往復60キロ、はい、プラスまあちょっといろいろコンビニ寄り道したりなんだかんだやって70キロぐらい走って、はい、まあテストにはちょうどいいくらいの、そう、なぜそれぐらいの距離を走りたかったかっていうと、はい、俺の家から会社まで数キロ、まあもう近いですもんね、うん、そんな遠くない、そこまで遠くはないじゃん。その距離で「あ大丈夫でしたね」って言ってても、はい、こう熱が入りきる前に、あ確かに、まあ、今だと暑いからもちろん熱入りきるけど、ただもうちょい長い距離乗らないとわからないこともあるかなっていうのもあったので、はい、30キロぐらいでしかも途中高速乗って、はい、新湘南バイパス、はい、乗ってもうそこそこある程度スピードを出して、はい、これが大丈夫かどうか、はい、試したかったんですよ。顔なしが吹っ飛ばずに済むか。そうなんです。こんなもの平気だろうって思うでしょ。まあちょっと思います。まあ、ただのフィラーキャップなんで、はい、そうなんですよ。大丈夫なはずなんですよ、こんなもの。だってもともとプラスチックなんだから。まあそうですね、純正もプラスチックにオーリングが入ってる。そうなんですよ。だけど、結果的にはダメでした。あ、これダメだった。ダメだったんですよ。こんな綺麗な顔なしが。顔なしちゃん、これダメでした。あ、ダメだったんですね。まあ、まあ、商品にするつもりはもちろんないんだけど、はい、ただ、性能評価としてはダメでした。あ、ダメだった。ダメだった。これ俺の中でもちょっとまさかの結果なんですよ。はい。なぜダメかというと、はい、何が最初、はい、ギュッと締めた、だいたいトルクで 0.6 ぐらいの感じ、はい。キュッて、キュッて締める感じ。はい、これ17の六角を作ってあるから、はい、17の六角のスパナでキュッて締めるんだけど、はい、だいたいトルクで 0.6 ぐらいの感じだね。もう気持ちキュッて締まってる。9で、だいたいこの位置だったのね。はい。あそこ向いてる、ね、そうこの感じだったの。ちょっと向き悪いなと思ったけどまあまあいいやと思って、それで走って、はい、20分ぐらい走って、あ違うな、20、30分走って高速乗るちょっと手前で、はい、こいつをちょっとこうクイクイって信号待ちで触ったら、はい、んなんか動くなと思って、はいはい、で
あ、熱で柔らかくなったのかなって感じで思ってたの。はい。で、目的着いたら緩んでて、はい、あれ緩んでると思って閉めて、結局これぐらいの角度に来たの。あ、なるほど。ちゃんとこっち向いてくれたんですね。 でもさ、最初はこっちだったのに、はい、ここになったから、うんって、でも俺ちゃんと閉めたよなと思って、うん、で、そこでももう一回閉めたわけで、ここにキュッとなったわけ、はい、で、帰り途中信号待ちのたびに触るんだけど、はい、だんだんやっぱり柔らかくなってきて、柔らかくっていうかこうカタカタ少ししてきて、はい、あれって思ったら今度こっち向いたわけ。おー、顔なしトリックが、そう起きてたわけ。顔があるから分かりやすい。確かに確かに。最終的にはここまで来たんだよね。あ、元の位置に戻ってたっていう。そう、だから一周伸びた。あー、なるほど。60キロ70キロ走って、はい、最終的に今この位置なわけ。はいはいはい。でこれでも乗れば乗るほど伸びてくる感じが、あ、なるほど、落ち着かない、今のとこ。あ、まだ落ち着いてない。まだ落ち着いてない。俺毎日乗ってるけど、はい、この自宅からここまででもちょっと伸びてる感じがする。多分だけどこう溶かした樹脂というかフィラメントを、はい、こう下から印刷していくんだけど、はいはい、だから積層していく関係で多分伸びには弱いんだろうね。ああ、その作る感、そのなんていう工程、うん、工程とかも、もう考えないといけないのかなっていうのと、なるほど、あと材質、材質、これ普通の一般的なフィラメントはもともと家でやって使ってたんだけど、はいはい、それはあまり良くない材料というか、普通にフィギュアとか作るにはいいんだけど、うん、はい、オートバイの部品をなんか作るにはどうかなと思って、はい、タフ PLA っていう、はい、ちょっと硬くて粘る、はい、あの材料を買ったんですよ、はい、でそれで、まあ、タフっていうぐらいだから、はい、硬いぞっていうので買ってみたんだけど、うん、それはこれなのね、このタフ、はいはい、これをこれはタフ PLA で作ったのね。それでもこういうことになってるから、はい、これは向いてないなと。なるほど。なのでこれは失敗作です。これ失敗、はい、こんな綺麗な顔なしの、はい、失敗です。なるほど。でも、はい、フィラメントっていろんな種類が出てるんで、はい、これよりもっと硬い、今狙ってるのはカーボン入りの、カーボン入り、カーボン入りのポリカーボネート、はい、PC を使ってみたいな。なるほど。それを今度ちょっとまだ買ってないんだけど、今度買って、ここはね、ちょうどフィラーって俺た、こんなものはもう一瞬でこんなの簡単で、なんていうの、何の問題もないよねって終わるのかと思ったけど、はい、こういう問題が出たから逆にテスト しやすいというか。まあ確かに、まあもしこれ取れちゃったりポキって折れたとしても純正を持ってれば、そうそう、なんでも書いてくれる、元に戻せるから。だから次は、はい、カーボン入りの、はい、ポリカーボネートで、はい、やってみます、はい、ちょっとこれ面白いなと思って。まあそうですね、うん、そして自分も山岡屋に行きたい。そうね、そう、山岡屋いいんですよ。そう、横浜にはないんですよ。そうなんですよ。一番近いところで平塚とか相模とか、相模原、厚木なんて、厚木ら辺まで行かないと。そうなんで、なので、まあ、こんなものは別に大したものじゃないんだけど、はいはい、いろいろね、あの 3D プリンターで、まあ、今後金属を樹脂に置き換えていったり、はい、危なくないところで、まあ、やっぱブレーキとかは、ブレーキはちょっとさすがに怖いけど、クラッチレバーはいけるんじゃないかなと思って、まあ、確かに、いろいろこうテストして、はい、あの作っていけたらなと思って。それでほら廃盤部品とかがこの 3D プリンターで置き換えられれば、はい、まあ、それはそれでね、まあ、そうですね、また一つ助かるわけだから、はい、まあ、それでちょっと今勉強中なので、はいはい、ちょっと今回はね失敗だったんだけど、この失敗っていうのは多分前向きな失敗なんで、はい、でもよかった、逆にこれの方が、はい、成功よりもここで失敗した方が、まあそうですね、そう、あのフィラメントだからネジじゃなくて何か部品で別のネジで押さえるような部品だったらいいかもしれないし。ああ、なるほど。まあこのフィラメントが完全に失敗ではなくて、はい、まあ、用途によって使えると思う。まあそうですね、まあ結構安いからフィラメント、はい、3000円とかそんなもんで売ってる。そうですね、1キロで、1キロで、1キロあれば相当作れるから、はい、ちょっとまたいろいろやっていきます。はい、はい、じゃあまた、はい、ありがとうございます。